黄色の星は裏切りの罪を負い、十二星神に天を追われる。その星の名はファイアブリンガー。かつて人に火を与えた邪神。砕かれし星のかけらの流れる様の花に似て、春の日を香らす風の嵐となりて吹きすさぶ。咲き誇る明日は心を踊らせ、舞い散る夕日には涙まで浮かべて、季節の巡り狂う断り忘れゆく時も星は打ち砕く。こんばんは。はい、ぬぎむぎさん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。皆さんもこんばんは。初オプションですね。いい曲ですね。
初見です。そうですね、初めてやりますね。まあ、ビータ版が途中投げちゃったんで、また一からスイッチ版でやるという感じですね。じゃあやっていきますか。もちろんミクリアですね。皇帝のヴァンガードが浸水した。君はどこに注目する？医務室か酒造か。浸水したのはまあ医務室ですね。現実的にドラクエ3みたいですね。明日は大事な試合だが無理がたたってと、どうしますかと。まあ大事な試合だったらまあ直して試合に出ますね。決まりとは、皆が従うこそが意味があるものだ。だが往々にして力があると決まりを破ろうとする。真の力はルールで縛れない。強い力こそルールで縛る。まあ真の力はルールでは縛れないと思ってますよ。ウサギとカメの有名な我があれね。君が亀ならどうやって勝つ？勝負よりもゴールすること。ウサギを眠らせて逆転。どうやって勝つっていうのにゴールすることってのはよくわかんないですね。ふんならウサギを眠らせて逆転ですね。勝つためなら。弾を使う球技は選手の鍛錬や球速によく使われる。君はどういう競技を好むだろう？弾を道具で扱う競技、弾を手足で直接操る競技と。野球は苦手でしたし、卓球の方がどっちかと好きなんで、上の方ですね。じゃあ石膏と鍛冶屋が言い争いをしている。君はどちらの言い分に納得する？道具が作れるものを決める。何を作るかで道具を選ぶ。どうしましょうか。曖昧ですね。そうですね。曖昧っていうか、あんまり現実的じゃない問題が多いですね。
道具が作れるものを決める。何を作るかで道具を選ぶ。何を作るかで、まあ何を作るかで道具を選ぶですね。この戦いに敗れれば国は滅ぶだろう。皇帝たる君は何の力に頼るのだ。頼るのは己の力のみ。健康なくしろ。まあ、頼るのは己の力のみですかね。ウルピナーか。ウルピナーはあんま、あれしても使わないんで。やめときますか。バルマンテ、レオナルド、タリア、ウルピナ。思いっきりバルマンテか言ってみましょうかな。いかつそうなおっさんですし。スタートエリア、慶州。ミネラル時代から職人と人、多くの人を迎え合ってきた。諦め、覚悟、恐怖、怒り、すべての人、死者に対する敬意が、彼の仕事を存在に、根底を成している。よくわかんないですね。繰り返しましょう。バトルボイス、選択。デフォルト、アレンジ。何が違うんですかね。シグフレは7度よ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 。まあ、アレンジしておきますか、どうせやったら。これで行きましょう。シグフレイ、湖畔城の執政として有形無形の罪で多くの市民を斬首に処した。だが今シグフレイ自身が斬首台に挙げられていた。違いが分かりづらいですね。あ、声ですか。確かにそうですね。ほう、処刑人だけど自分が処刑されそうとなっていると。後半上失勢シグフレイ。虚偽の告発により多数の市民を処刑した殺人罪、戦場における命令放棄罪、並びに軍を利用した反逆罪、帝国法に基づき斬首とする。何か言い残すことはないか。バルマンテ君、君の手を大変煩わせて申し訳なかった。だが、それも私で最後だ。感謝の印に、これを受け取ってくれ。すごい髪型ですね。私は七度蘇って、この世に正義をなすつもりだよ。また会おう。シグフレイの恐怖政治は終わりを告げ、湖畔城にも平和な日々が戻った。
大変だバルマンテ、シグフレイが生き返った。お騒ぎするな、アーサー。ありえない、馬鹿げた噂だ。いや、僕だって信じてはいないけど、モーレワ州にシグフレイを名乗る男が現れたんだ。ぶっ飛んだ隊員からしないきなり。その男は精神の正義を説いて祈りの塔の建設を呼びかけてる。精神の正義だと。ほーら、君だってやっぱり気になるだろう。さあ、モーレワに行ってみよう。真実は自分の目で確かめなきゃ。あ、マリオンとそいつらは何だ。僕の護衛だよ、護衛。僕はーい、よろしくね、バルちゃん。バルちゃんモーレア姫は王大帝を超えていくぞ。王大帝ね。L でスティックで移動と、でキャンプ、 X でダッシュ、んちゃうか、 X でキャンプか、で入ると。まあ普通の RPG ですね。とりあえず失礼しますか。特に何でもないと。ここに来んだと。なんもないですね。懐かしいな、このビータ版でもこんなありました。そういえば、まあ何もないと。グレートアーチ、山小屋、ヌスのようだ。もう行っていいのか。もうちょっと遊びますか。まあ、まだいいか。早いですね、B ダッシュですね。まあ待って待って、そんな焦る必要ないからね。まあ行きますか、することないんだったら。お、新マップ、揚げパン屋。
揚げパン食べたい。揚げパン美味しいっすよね、ほんま。給食とかよく出ましたね。お、バトナーリベント。土壌にはバトルが発生する可能性のある施設、地形などが存在します。を調べると、そのバトルの報酬が手に入ると。ほう。戦闘にならない。カウンターをさせないと。まだ戦闘は早そうです。お、あそこに行きますか、とりあえず。お、モーロが建設現場に向かっているぞ。パン屋さんに挑む、あのモーロって。なんだこれは。そうだな。もうとりあえず揚げパン屋を助けろと。無視していきましょう。お、牙の守り。で、バリアに囲ると。建設途方。イムホキエって言いにくいですよね。当然はシャムスか。声かけたらいけませんと。安定のいけませんやつ。見えない壁方式ですね。でも少し、ね、温泉一度しか入れない。まあまだ入れないです当然。回復ポイント、やっぱそうなんですね。一度しか使えないというのはちょっと きついですね。それで追加しますか。記念すべき初戦闘でもいきますか。ダイヤコのじいさん。チップスに用語が追加されると、ゲーム画面の左上に通知を受け行いますと。チップ読めと、要は。連鎖が遅いと。まあ、戦闘準備って言っても、まあ、これしかないし、結構いるな、パーティー。どういうパーティーがいいですかね、こういうのって。土が光ってますね。勝手なやつなんか入れてみますか。なんとなくロバートでも入れたいな。土、まあいいやつか。これで行きましょう。あとではキャラを選ぶと、技を選ぶ。なるほどね。戦闘は超重力サイレンないんだけどな。あ、敗北だ。懐かしい。戦うのも嫌いじゃないわよ。処刑と戦闘、処刑と戦闘では戦闘は専門じゃないんだけどな。これは星4ってことは4回分の攻撃できるとってなると、まあ敗北弾とマインドスタイルいきますか。1回いいですね、やっぱり戦闘 BGM は、サガは。名曲や。名曲でしたね、ビアさん。かわいい曲ですね。かわいいっていうか、かっこいいっていうか。
次は星5と特技使ってみますか。じゃあと大変なことだ、行きましょう。これでビート板の手って早いですね、やっぱ戦闘が。大木山と大木山とサミット行きましょう。お、ハゲは退治ですね。カズレ、ブロック、直撃。お、倒した。お、連撃キャン。お、コンボ。でも倒せないけど、倒せた。よしよしよし。お、ロールシールダーを習得。ロールってのは技か。お、なんかなんだこれ。アックスは強さを見せて敵にバルミスとね、報酬。お、なるほど。まだまだ不足。どうしようかやってみようか。ブロックスと姉妹で 100% こうやってみようか。しかしんちゃん、お、ひらめいた。お、スリープを習得した。いいですね。バツ。電気倒すって難しいな。魔獣を打ち払っていた。あんたがポールヘジン君。その男は死にました。なぜシンフレなんだ。精神が私に与えてくれた名だからです。何も疑問に思う必要はありません。慶州で残虐な大量処刑を行った男と同じ名であったとしても。知っていたのか。知っていたのか。大大帝を超えれば湖畔城はすぐですから。噂は嫌でも聞こえてきます。お化け森聞こえますね。戦闘しますか。死なないよ。どうなってもフラッグ立ちましたね。お化けを退治。まあ当然討伐しましたね。まあこれでいきますか。特によくわかんない。おばあちゃん、処刑と戦闘では使う技術が違う。タイトをちょっと鍛えたいですね。稲妻キックは速いか。サーミングでいくか。サーミングと超重力しましょう。怒り状態。
っと行きましょう。お、死んだマジか、ハゲが死んじゃった。マジか、敵強いな。まだ早かったかっていうのが。これでいきますか。お、やめた、カブト割り。やっぱカブト割りは体力ゴールすごい。お、次にどんどん開きますね。死人終わりね。これはショー。よしよしよし。お、こっちもやばいとやばい。カブト割り。みんな、これ行きますか。僕を守ってよ。報いだな。ここは一枚。負けるかと思った。ギリギリですね。初戦から。50%、7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 0%、
これって死んだやつが復活するんですかね。復活するはず。あ、復活するんですね、むぐむぐさん。戦闘準備。ハゲ。あ、LP が4になってる。やっぱ LP 予約しないのか。なるほど。北高地さん。ガスト高地。とりあえずセーブしましょう。ガンガンセーブしますね。今度このコーナーいきますか。あー強そうだな。帝国図書館、帝国図書館の制服。彼女は大将。メガネ女ですね。シグフレイという音を追っている。へえ。フローラ。お前も帝国図書館の人なのか、初期なのかと思って。僕は忘れたくないな。なんか起きた。ここで敵だね。また敵か。今度行きましょうか。もちろんセーブします。チキンプレイなので。手を手伝います。ま、負けずに倒せばいいんだな。楽勝ですね。行きましょう。ガンガン行きましょう。
圧倒的に。こっちでしょ。足長っ。甘さかとかのトマトマガエルとかと全然違いますね。いや、ランが一人ずつ倒せばいいな、これは。行きましょう。終わりね。まあ、ガンガンいきましょう。カットともいいんですけど、いきましょう。お、すごい。パワーブレイク。パワーブレイクは強いよ。あ、そうなんですね。パワーブレイク強いですね。ガンガン使ってみましょう。じゃあ BP 使うの大好き。眠り。お、もうあとはガンガンいきましょう。行きましょうか。カリオンとやりました。お、HP が12アップ、一気に上がりますね。まあ、これいいでしょう。魔獣を打ち払っていただき感謝します。他やつでひらめきの方がいいよ。あ、そうなんですね。もう分からず 100% のやつを振っちゃいましたよ。もう午後行っちゃいました。セーブデータ数が。ホールペインペジ、はい、行ってみましょう。ハード、ハードか、さっきのネジだったかな、ちょっとやめときますか。やっぱサガだけあってシナリオの銃高いですね。ガスト工事、これ風が強くていけないんですよね。
カードいっちゃいますか。なんか揉めてるみたい。死ぬやつ。あ、死ぬやつなんですか。何も知らず行っちゃいましたよ。何かあったのか。聖獣どうする。聖獣ってもう強そうなボスじゃないですか。ちょっと行きますか。お、強そう。うわ、敵もいっぱいいるし、こんなん勝てないだろう。ボディーガードは俺の仕事だ。勝てないな、まず。マインドステア謎キックいっちゃいますか。いただきます。倒したぞ。倒したぞ。もっと倒せるやめ。あー、これはまあ無理ですね。初全滅ですね。こんな借金殺しでしょ。あとは頼む。まあ、せっかくなんで全滅でも見ますか。まだギリギリ来てるという。終わりね。あー、もう無理だ。全滅。RS バリに全滅しちゃいましたね。ほとんどバトルは全滅しても再挑戦することができますと。NP が続く限りと。お、負けても強いままなのか。一回やってみましょうか。どうなるんだ。LP は減ったままと。ほう。敵はどうなるんだ。再挑戦。ああ、敵が2つですね。いいですね。倒
設設計。あ、そうですね、藤本さんの言う通り、これは新設設計ですね。言うても敵強いっていう前提だからこういう縛りがあるんだと思うんですけど。やっぱ無理ですね、ちょっとだけ。それまだハードは早かったみたいですね。これやめるといいなのか。俺に任せろ。もういいか、一切死ぬまでやわ。こういう計画だったの。なるほど、こう変化するんだね。また道路を越えた。これひらめき登場みたいにできるの。終わりね。あ、逃げてみようか。逃げましょう。逃げるのは逃げる。あ、ないのか。あ、でもロードがある。へえ。ロードしましょう。ちょっとね、これは無理ですね。ロードじゃないね。ああ、そうっすね。ちょっと今のは難易度高すぎましたね、ハードは。もうちょっと鍛えていただきましょうか。ここはイージーノーマルか。まだ強いか。ちょっと強いなんじゃないか。で、いや、まだ入らなくていいか。さすがに。もったいない気がするので。次行きますか。ほう、谷の橋、これかな。お、またハード。ハード多いですね。これはどうすればいいんだろう。そうか、ここに来る場合じゃないと。どうしようかな。どこ行けばいいんだ。ここだな。一回読みましょうか。この橋はヤンヨウジ家とイラク。文句があるな。実力で。僕は湖畔城の法務書記官アーサー。何かあった。書記官殿、シグフレイ。わかる。よろしく、バルモン。なんだ、お前もやい。塔の建設は経済を活性。お前、見た目この斧か。食わせてやろう。とりあえず戦闘しましょう。証明してみせる。お、買い物なら。タイマンっていうか、
終わり、今度ちょっとおかしいですね。呪文使ってね。ボディーガードは俺の仕事だ。とりあえず超重力で全員ダメージやっときますか。なるほど、こう変化するのね。あれしてもお待ちみの毒鉢。一切りやってみますか。とりあえずザコからやっていきましょう。燃焼あと1。おっと死んじゃったよ。よしよし。あでも HP1 にやる。あよかったか。死んじゃったよ。セブンに水と欲しいな。大技嬉しい。ちょっと足取ってくれ。これでいいかな。倒したぞ。なぜ逃げる。おお、やばいやばいやばい。また壊滅しそうです。稲妻キックでいきましょう。俺に任せろ。うまくいくよ。さあ、ここからだ。ザコは処理したし、スリープしてみましょうか。バンプ。あっとやばい、また全滅か。アイテムまだ全然減ってないよね。寝ろ。ミス。やっぱ無理か。あ、無理。おっとっと、ぶんな。超重力。サイレン。特技しとくか。ピンチ。あれいけるか、ギリギリいけるか。ギリギリしたら、おっとインパラット。しかもギリギリですね。確かに。おーっと、なんだこのやつは。うおー、やば、これは無理か。ギリギリだな。この先どうすんの。本当だ、欲しいな。これ重力がいきますか。いけるか。いける、いけそうかな。ギリギリですね。これでやってくれたらいいんだけど。あ、やばい。あー、無理か。落ちた。危ねえ。よし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 、このターン耐えればいけるか。何しようというか、え、終わった。あー、もういきなり積んでますね。もう食べても無理ました。当然あー無理っぽいですね。あー、まあ今日は試しでもあるんで1時間経ちそうなんで、そろそろ終わりますか。終わりますね。ちょっと今日は無理そうなんで。
すいませんね、わざわざ来ていただいて。おすすめ。おすすめ？おすすめですか？でももうやるのはきついですね。お疲れ様です。はい、ビアさんお疲れ様です。おぎみさんもお疲れ様ですね。じゃあ、これ終わりますね。なんか、あんまり進んでないですね。お疲れ様ですね。またです。またです。君様お疲れ様ですね。じゃあ終わります。こんにちは。ありがとうございました。終わります。